の仕様の輝きが広が広る。YSL アンバサダー就任で魅力が最大化、数々のトップブランドとのコラボレーションや驚異的な売上記録を生む平野仕様。彼が1月10日、フランスの高級コスメブランド、イブ・サン・ローランボーテ、YSL ビューティーのアジアアンバサダーに抜擢されたことが明らかになり、これによって日本中が興奮の渦に巻き込まれました。 平野自らのインスタグラムで喜びを伝え、ルージュピュールクチュールの CM も公開されたことで、多くのファンが興奮のコメントを寄せています。彼は、都内で行われたアンバサダー就任 &CM 発表会見にも出席し、全身ブラックのスーツで登場。子供の頃から憧れていたブランドでしたので、その世界観の中に僕が入れるというのは、すごく光栄なことだなと思いましたと、感慨深く語っています。 これに伴い、YSL の東京表参道ヒルズ店では、アンバサダー就任を知らせる告知が行われ、開店前から長蛇の列ができ、商品の売上が前日比で約540倍にも達したという衝撃的な数字が浮上しています。その影響力はまさに計り知れません。しかし、この輝かしい活躍の陰には、平野の所属事務所、戸部、主催の YouTube 番組、戸部版において発生した。 不自然事態が存在していました。2023年11月25日の放送で、平野は何らかの理由でスポンサー企業であるスシローとコセのコーナーで映らず、発言もなかったという疑念がネット上で広がっていました。特にコセのロケの VTR では、他のメンバーが映っている中、平野だけが映らないという不自然な状況がありました。これに対して一部のファンは、何か美容関係の契約があるのでは と推測する声も上がりました。その疑念が、今回の ISL アンバサダー就任で解消された形となり、多くのファンが、あの時はこの話が進行中だったのか、とが点が言ったようです。平野仕様の影響力はこれに止まらず、彼が着用した商品が即完売や重販を繰り返すほどの強力な訴求力を持っています。 1>, 1月1日に公開されたナンバー、I のデビュー曲、ゴートの再生数も2100万回以上を記録し、ビルボワードジャパン、総合ソングチャート、ジャパンホット役、デモ総合首位を獲得するなど、平野とナンバー、I の成功は日本最強とも言えるものとなりました。これからも高級ブランドや企業が平野の影響力を借りて、コラボレーションを進めることは間違いなさそうです。ファンからの歓喜の声も相次ぎ、SNS 上では、 こんな美しい男性いるのか、との賞賛が続出しています。YSL Beauty Japan の公式ツイッターでも、平野のショップ訪問風景が投稿され、美しさに簡単の声が寄せられています。その魅力はまさに世界中に広がっています。